大友克洋先生みたいな絵が描きたい。同じものを使う10年以上。いやー一定だ。まだレギュラーへの道はこいつもうちょいだな。こいつは無理だな。もう全然違う。はい、皆さんこんにちは。名前ペンネーム内田慎之介です。今回の動画は丸ペン歴10年以上、丸ペン一筋の私の普段使ってるペン先の紹介をしていきたいと思います。この絵も私が描いてるんですけど、これも丸ペンでペン入れをしています。実際使ってる丸ペンがこちらになっています。丸ペン4本の中でもレギュラー、準レギュラー、補欠、引退引退がいるんですけどね。この4本のちょっと紹介をしていきたいと思います。まずレギュラーですね。こちらです。レギュラーのペン、これはもう一番長く使っていて、ペン先がかなりこう馴染んできて、もう細い線、髪の毛とかの細い線もいけるし、太い線もいけて、強弱もめちゃめちゃつけれるという最強のペンです。で、次に準レギュラー、ちょっと背景からずっと描いてきて、最近ようやくまあ馴染んできて人物もいけるようになったかなというところですけど、まだねレギュラーよりは、硬さが残っていて、そこまでまだ使い1本で何でも描けるって感じではないですね。これは次に補欠ですね。今一番新しく下ろした方かな。で、初め下ろしたてすごい硬いので、これ初めてペン先を、砥石で研ぐというちょっと荒技を初めてやったやつなので、それの描き味も後で見てもらおうと思います。研ぐ時にこの一番レギュラー の削れてて斜めにこう先ばっかなってるので、それを見て同じぐらいの角度になるようにこっちもちょっとやってみたんですけど、いかがかなっていう感じでこの後見ていただこうと思います。で、最後にこちらもね、準レギュラーまで行ったんですけど、残念ながら引退ですね。 G ペンもあるかわかんないんですけど、丸ペンってこうなってて、こうやって書くんですけど、ピュッてある一つ全部ビュッてなって、こうなるともう使えないんですよね。この瞬間がすごい謎なんですけど、なんか突然こうなるんですよね。なんか急に寿命が来て丸ペンは死ぬということがあります。この4つを、4つというか、基本的には3つなんですけど、使い分けて普段ペン入れをしています。よし、それでは早速書き味を見ていきたいと思います。用意した紙はこちらのマクソンさんの漫画原稿用紙、普段これを使っていますね。皆さんご用達、パイロットの製図用インク、書いていきましょう。こちらが普段レギュラーで使っている一番書き味のいいペン先です。どんなもんか。このくるくる、これがね、書けるのがやっぱすごい。あとこういう曲線もこう書ける、やっぱこうストレスなく書ける印象がありますね。力入れないとこうシュシュシュ入れると、こう結構太い線が書けますね。これがレギュラーです。じゃ次にこちらの準レギュラー硬いやつですね。音が違うけど、でもやっぱ引っかかりが硬いですね。硬い印象があります。まだこうガサガサ引っかかる、そうですね、引っかかりますね。もうちょいだなこういうのにやってって多分滑らかにするのかな。引っかかりますね。またレギュラーへの道は長いですね。次、問題のこれですね。これがちょっと横着をしてペン先を砥石で研ぐというちょっと荒技に出た一番新しいやつですね。そう、途中でこう出なくなっちゃうんですよね。インクは普通につけてるんですけど、いけるか。インクがあれかな、弾いてるのか。このペン、おそらくですけど、砥石で研いだ時に角度をつけすぎたせいで、線がね、太い、一定の線しか引けない感じになってます。力を抜いてもこれぐらい
こっちが今補欠の線で、こっちが準レギュラーの線なんですけど、同じ力加減で引いたんですけど、やっぱこっちはペン先多分砥石で削りすぎて太いままになってますね。もしかしたら分かんないですけど G ペンと同じ感じかもしれない。いやー、一定だ、一定の線だ。本来は下ろしたてのペンは髪の毛や背景に使ってたんですけど、こいつは無理だな。引っかかりが、うん、そうだね、引っかかるね、結構。太いなぁ、こいつ。こいつ太いわ。そうだね、結構ね、削れちゃったんですよね、砥石でやった時に。一番細くてこれか。多分これが一番細い。なるほどね。やっぱこいつですね。やっぱこのレギュラーのペンが優秀ですね。補欠の横に引いてみましょう。もう全然もう引っかからないもの、本当にこの子。でも過去にもっとね描きやすい子がいたんだけど、その子はね本当に突然なくなってしまった。いやこれよ、これこれ。こうなるまですごい時間がかかる。ペン先細いのもいけるし太いのもいける。これが最高なんですよね。これがでも久々にこの準レギュラーまで登ってきた子がいるかな、まあ、個人的な感じなんですけど、ずっと書いててもダメな子はずっとダメで、なかなかねこう育っていかないんですよ。なんか結構頑張ってるかな。そうそうそう、ずっと書き込んでても全然うまく削れていかないとか、書き味が良くなっていかないとかあるので、あれね、そうっすね。漫画家志望やってたんですけど、その、習っていないので、正しい使い方をもしかしたらしたらね、すぐ馴染むかもしれないんですけど、野生の漫画家志望ということで、許してください。今ね、調べたらもう、いろいろね、書き方があると思うので、まあ、私なりの、丸ペンの育成というか、育成ではないの。書くしかないかなって個人的には思ってますね。こいつもうちょいだな。今ね、メインはずっとこれを使ってますね。レギュラーの方にもお休みいただいて、いざという時に使いたいので、なるべく温存してこっちを使ってます。普段こういう、このゼブラさんの買いだめをしてるので、試しに新しいやつを使ってみようと思います。こんな感じで。おろしたての丸ペンをはめてみました。これ落とすとね、こう、ピツって刺さるんです。昔、漫画描いた時に、うっかりペンを落とした時に、こう、床にこう、ズシャって突き刺さってた思い出が、めちゃめちゃ怖かったです。試してみましょう。これ完全にまだ使い慣れてない。かつ、こっちに弾ける?あ、もう音がすごい。音がすごい。音がすごいけど、このペン先いいかも。あー、ん?こいつ?こいつ育てば、なんか、いけるかもしれない。わかんない。そうだね。強弱つけられるかな。あ、でもいけるな。あー、いけるか、いけるかも。この人いけるかも。まだ硬いから、これでちょっとペン入れはちょっとする勇気がないけど。まだ、こう、なんだろうな。そうだね。滑らかさは、ないかな。なんかそこまで悪くない。引っかかってにじんだりもしますね。あと久々に新しいの使ったけど、そんな悪くないかも。ここでね、削ったのやっぱダメだったかな。この横にもう全然違う、もう全然違う、ほら全然違う。この滑らかさよ、すごい。やっぱすげえなー。ここまで育てたいね。どれくらいかかるかな。全然違う。これよ、これだよ。もう一くくりに丸ペンって言っても、やっぱり使ってる年数によって全然書き味が違うので、これはすごい太い砥石で削ったやつ。強弱がつきにくいけど、一定の線は引ける。太めので、こっちが完全にレギュラー。やっぱ滑らかさが全然
違うなってこれなんか暗号みたいになっちゃった。で最後にね、これが殺したてのやつですね。触ると全然違う。ここはもう削れちゃって原稿用紙がガサガサしてるんですけど、滑らかなやつは全然ガサガサしてないですね。私も実は実際この同時に書き比べることがなかったんですけど、やっぱ全然違いますね。大友克洋先生が丸ペンを使ってるっていう、それをその事実だけでずっと使い続けてきているんですけど、全然私はもう丸ペンでもう十分かなと思っているので、まあ、人によってはその細いところは丸ペン、メインは G ペンとかペン先を分けるのもありだと思うんですけど、私はずっと丸ペンだけで絵を描いています。はい、ということで、参考になったら嬉しいなと思うんですけど、まあ、普段こういう感じで、丸ペンを使っています。今後も漫画制作に関するお話や、まあ、漫画家目指せた時の話などをしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録などよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。